ほい、横び、うわ、もしかしてこれかっこよすぎる。はい、皆さんこんばんは、ラリホンです。はい、ということで今回もね、みんなの動画を見ていくんですが、まずこちら、五条悟、かまど炭治郎、マキマということで、ま、ジェットハンマー撃墜集ってサムネ書いてあるんだけど、まあこれありやよね。ま、YouTube とかでも使えるテクニックなんやけど、ま、検索されやすい単語を入れるみたいな。スマホは全く関係ないけど。でも明らかになんかね、その、検索されそうな感じのね、呪術廻戦と鬼滅の刃とチェーンソーマンかな、マキマ。ね、あんまチェーンソーマンはなんか流行ってるけど、鬼滅とか呪術ほどじゃないよなって感じだよな。これから来るんかな、わからんけど。さあ見ていきましょう。ジェットハンマー撃墜集ってそもそもなんなん、タイトルよりもこっちの方が気になる俺ほんまに。気にならん。おお、まあそのままやと思うけど、うまい、ゴリパジャンプで避けるんや。ちゃんなんかもうご両親違ってほんま避けるんや、ジャンプでこれ当たるんですよね。なんかジェットハンマー崖の下当たるからね、判定えぐいんだよね。何をやってるんだマリオは、あいつ。当ててほしかったんかな。うん、マリオの M はド M なのかな。おお。いや、Z ハンマーなんかこういうね、単発の技の、単発っていうかその一種類の技の極めたプレイシーを見ると、まあ、魔人研修とかもそうやけど、なんか簡単なんかなと思っちゃうけど、絶対簡単じゃないよなこれ。いや、慌てるから、絶対こんな簡単に君だよな。Z ハンマーの神っすね、ここまで来ると奥中うまい、はい。いやいやいや、うまっ。ちょっともう慣れすぎ今のは。なんか見たことない技が出ましたけど、うん、見たことない技のモーションが出ましたけど今。あーあー、また新技公開、新技公開やわ。5つ目の地上技やったわ。お、これは、お、このさ、このバックジャンプからのジェットハンマー強いな。なんかバックジャンプっていうね、発想なかったわ。あんまり知ってこやんくない、バックジャンプしてZハンマーぶち当ててくるやつ。いや、おもろいな。なんか一つの技極めると面白いですね。さあ、こちらはチンプレイコアプレイ店プレイ集59ということで、ね、アルシオールさんの最新作が久しぶりに来ました。待ってましたということで、まあ、アルシオールさんも結構僕の配信とか来てくれるんで、配信見てくれる人はね、まあ、知ってると思うんやけど、まあね、店プレイのね、天才ですよ、この人は。さあ、見ていきましょうか。最近ファルコンいっぱい使ってるっぽいね。サムネもファルコン。配信もね、結構ファルコンでね、挑戦しに来てくれるんやけど。いや、ファルコンじゃなかったわ。ファルコン、開始2秒で死んだわ。さあ、ホームイカかな、ホームイカのコンボ、おい。おう、踏みつけ、ええ、やばくね、ちょっと待って。あー、今の、回避読みのメトロか、最後、フィニッシュ。やばい、今の。あそこまでね、読み通すと気持ちいいな。タイミング完璧。これね、タイミング合わんかったらね、120% やったから死んじゃうからね、まあ、もう死をも恐れないプレイやったよ今のは、完全に。さあ、回避魔人剣、魔人剣じゃない、ファルコンペンチ、はい、食ってんの、食ってんのこれのデッキかよ、マジか。そこデッキはロマンがありすぎますね。ところほい、うなぎして、はいはいはい。いいですね。お、マジか、下火で終わらなかった、いいですねって言った後のその連携はなんかしびれますね。あ、今手榴弾かな、手榴弾とかの感じでなんかちょっと引っ張りハンティングみたいな感じにバーストしましたけど、引っ張りハンティングバースト、今のは口前、口前からのどうするのこれ、一個二個、うんちって見せるんですね、うんちって店パーツやったんや、舐めてました、僕うんちを舐めてました。はい、この、はいはいはい、いやー、 NB でバーストね、これいいですね。最近なんか NB のバーストがあるっていうの知って、まあ俺がおかしいかもしれんけど、なんか大体上 B でバーストなんかと思ってたんですよ、ベテランにとって NB 強いっすね、結構女子なんかもしれんけど俺全然知らんくて、すごい衝撃、 NB 強えなって感じ。うまい、おかすま、はい、いいね、すごいな、なんかアグレッシブなんですよね、この人のね、ドンキーは。なんかもうストーリー出したらメテオ狙ってくるし、ゴリダンクもバンバン狙ってくるし、テーパーするとか、すごいね、アグレッシブな。入れ替わってますね、今ね。今、入れ替わってる状態やって、今、完全に。アイスクライマー。ね、今、相棒の方を、相棒の方を、ストーリー出す、そういう
処理なんかと思ったら、気がつけばなんかもう本体が外側にいました。あれわっていうか、そこでガードをしたらダメだよ、カノンちゃん。俺がちょい越してあげるわ。うん、俺が教えてあげるガード術を。まさかのゴリパンクーだからの捕まりに行くと、うん、その空振りは抱きつかれるための布石やったと。これはおっと、あ、マジいけんか。いいですね、ヒットストップね。そこにね、判定が残りますからね。なんで、いや、入んな、お前。おい、仲間になるな、ちょっと。俺も入れてくれ。お、俺も入れてくれ。おっと、ああ、バースト。さあ、お、ゼロパースね。二足戦かな、これは。ほい、横尾。うわ、もしかしてこれ、かっこよすぎる。崖端からその端まで、連携を、見せ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 ていく。かっこいいっすね、マジで。かっこいいっす。もう見せないプレッシュ、僕どんだけ見てるんやろね。もうなんかもう完全にファンじゃん。なんかもう YouTube で言うところのもう完全にチャンネル登録して、毎回見てる感じなんやけど、もう本当に面白いからね。よかったらみんなもね、このね、みんなの投稿にもフォロー機能ってあるんで、よかったらフォローしてほしいんやけど。ん？今の見た？あれ？避けれるんや。さあ、これは？ガノンごめん？いいね。今の死んじゃないんか。2回目メテオするときもう完全に画面外やってん。結構地底判定多いんやな。地底判定じゃないや。さあ、これ、ドンキ？はい。はい。おお。うまいうまいうまい。空中やるからね、空中へね、テーパーの時入るからね、あれコンボ的にはね、すごい美味しいよね。なんかドンキ重量級のくせにさ、うん、なんか コンボめっちゃ入るからさ、すごいダメージ稼げそうと思う。まあ、ガノンもそっか、ガノンも結構重量級のくせにコンボめっちゃあるから、ね、重量級やっぱ一発大きいのに、そんなコンボ入っちゃうって感じだから、で、一発 10% 超えの技をさ、3連発決めれますからね、ゾンキとコンボすれば、ガノンもやけど。やばいよね、だからワンコンボ 50% とか言うてくるんで、重量級やと思うやん。なんか重量級、本当に重量級って感じだよな。スマブラって。おい、うまい。エリカとガノンのコラボレーションやないかい。さあ、あ、終わりか。1分見やすすぎるよな。見やすすぎて、あれってなるけど、いや、もう1個見るんで OK です。さあ、ミシュナイプレイス49見ていきましょう。サムネが、うわ、左のあいつは、サイコパス選手権1位やんか。ちょっと、怖いなぁ。村人サムネかぁ。お、はい。え、死なんの？なんで？な、あ、アシストってこと？え、これどういう状況これ、さっきの。このサムネはどういう状況？なんだそれは、なんだそのハメは。やばいって、やばいって、絶対は、うわ、やばこれ、やばくない？うわ、最後のキリフタか、チャージキリフタがあるルール、あれ、えぐいな。全然溜まるしね、キリフタのゲージが。おい。お、埋めて。ゴリッパンでバーストか、いいですね。流れがいい。おい。お、当てく。さあ。いや、割れるしさ、ギガデインって。で、ガード遠いともさ、なんか、全然テーパーから死ぬしさ、マジで、やばい技やよな。魔人剣よりは強いよな、正直。なんか、ぶっ飛ばし的には。はい。ほい。ブーメラン？打ち前？え、そこ繋げるんや。なんか、最近のミシュナイプレッシュ、切り札、繋げるみたいな。なんかコンボで切り札フィニッシュみたいなのが流行ってるな。まあ、かっこいいけどね。なんか最後の切り札ってあんまり注目されないけど、こうやってなんかね、店プレイにね、なんか入り込んでくるのはすごい俺、面白いと思うわ。はい、ということで今回はね、こんな感じでした。毎日こんな感じで、みんなの投稿の、まあ、店プレイとか、あとは対戦動画とかね、投稿しております。よかったらね、登録、声がかかるなんか、Twitter のフォロー、配信もよくやってるんでね、よかったら遊びに来てください。で、このみんなの投稿シリーズに、僕も動画提供したいな、見てほしいなって人は、概要欄の下の方にね、まあ、やり方、提供方法書いてあるんで、よかったらね、下の方チェックね、よろしくお願いします。ということで、久しぶりの、まあ、店プレイ、バンバン見ましたけど、うん、まあ、金土日ね、ホームコン、3日連続見ちゃったからね、なんかもう店プレイを見るのが久しぶりに感じたけど、まあ、言うて、まあ、うん、言うてそんなに空いてない。ただ、金土日でホームコンのイメージが強くなっちゃったけど、まあ、ね、あれも、なんかこういう店プレイは久しぶりか。なんか、久しぶりかも。スピリットの店プレイ集とか見たけど、でもまあ、ミシュナイプレイ集見とるか。
うん、なんかもうね、うん、ホムコンに染まってきました。ちょっとまたホムコンのね、僕練習配信みたいな、僕もちょっとホムコンね興味あるんで、まあやろうと思ってるんで、よかったら遊びに来てくださいね。